はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。今回は新星4キャラクター久喜忍を無凸かつレベル90まで育成してきたので、その強さや使い方、そしておすすめ武器や生物などを全力で解説していきます。久喜忍は可能性の塊のようなキャラクターで、できることが非常に多いです。回復するだけではなく、元素反応でダメージを出すのも得意ですし、生物や武器で味方をサポート、バフすることもできます。また育成次第ではそれらを同時にこなすということも可能です。今回はそんな久喜忍の性能を最大限活かせるよう考えてきたので、ぜひね見ていってください。はい、では今回使っていく久喜忍を簡単に確認していきます。忍のレベルは90、武器は鉄王の刺しレベル80、精錬ランク1、生物は洗顔老虎4セット、あるいは、雷の怒り4セットを使っていきます。生物の詳細は動画の最後につけておきますね。星座は無凸。テンプレベルは6、8、8となっています。では早速、久喜忍の強みについて解説をしていきます。まず気になるのは回復性能ですよね。早速、時計 HP、杯 HP、冠治療効果という、回復特化の生物を組んできました。最大 HP が41,900 ですね。で、久喜忍は元素スキルを使うことでフィールドに出ているキャラクターを継続して回復してくれますが、1回あたりの回復量が4100です。まあ、ちょっと回復量自体そんなに多くないように思えるんですが、回復頻度が結構すごくて、スキル継続中に8回も回復を入れてくれますから、トータルではなかなかの回復量だと思います。ただ他のヒーラー勢が、まあ、2、3個ね回復能力を持っているのに対して、忍はこのスキル1個しか回復性能がないっていうところと、チーム全体を回復することができません。まあ、そのため純粋なヒーラーとして見るとちょっと物足りない性能になってると思います。ですが安心してください、忍の強みはヒーラー以外にもいくつかの役割を兼ねることができるという部分にあります。ここからはそれについて見ていきましょう。まず注目したいのがこちらの固有テンプ。忍は元素熟知を盛ると元素スキルの回復量も増やしてくれるという効果ですね。では時計も杯も冠も全部メインオプション熟知にして、熟知ガン盛りの場合どれぐらいの回復量になるかというのをね見ていきたいと思います。最大 HP 24,000、熟知881ですね。この状態で元素スキルを使うと回復量1回あたりが2700。まあ先ほどのね HP 特化回復特化に比べるとどうしても数値落ちてしまいますが、とはいえ元素熟知をガン盛りしつつこの回復量を持っているというのは大きな強みだと思います。で当然ね元素熟知をガン盛りしているわけですから、カフカとか感電といった元素反応ダメージが大幅に伸びます。まあ映像のようなダメージはねなかなか出せませんが、うまくパーティーを組めれば味方を回復しつつも元素反応ダメージをばらまくという2つの役割を持ったキャラクターになれます。であと忍の元素付着の頻度ってあまり多くなくて、スキルのダメージ2回につき1回元素付着できるぐらいなんですが、これは逆にね元素反応を起こす側にとってはメリットでもあります。安定して忍側が元素反応を起こすことができますから、まあ、やっぱりこういうカフカとか感電で使う場合、元素熟知を盛ることのメリットは大きいです。でここまでカフカや感電についてばかり話してきましたが、超電導のサポートとしてももちろん優秀です。氷物理アタッカーに忍のスキルを装備してあげればどこからでも超電導を狙っていけますし、自分のキャンについてくるタイプというのが物理アタッカーにとってめちゃくちゃありがたいです。で超電導は熟知の恩恵があんまりないですから、回復に寄せてね物理アタッカーをサポートしてあげましょう。そして忍スキルの強みはまだ終わりません。継続してスキルダメージを与えるのが得意ですから、洗顔老虎4セットとの相性がバッチリです。また持ってる人はかなり限られると思いますが、相互なる自由への誓いの効果も楽々起動できます。もうね元素スキルを使ってあとは味方アタッカーにチェンジするだけ、もうこれだけでお手軽に味方キャラクターを強化してくれます。自分のキャラクターに装備するタイプで、かつね範囲もそこそこ広めなので効果本当に起動しやすいですね。しかも元素スキルのクールタイムが15秒なんですが、継続時間が12秒間もあって、まあ、クールタイムに対しての継続時間がかなり長めです。スキルの切れ目があまりないので洗顔老虎を維持しやすいのもいいですね。であと補足として、忍は元素スキル使用時に、現在 HP の 30% を消費してしまうという効果があります。なのでスキルを使って即キャラチェンジを繰り返していると HP ガンガン減っていってしまいますが、この効果で最大 HP の 20% を下回ることはありません。まあ、これのおかげで使っていて正直ね自傷効果は気になりませんでした。どうせスキルって即キャラチェンしますから、被弾の機会も少ないと思うので、まあ結構ね安心して使えます。では続いて元素爆発見ていきます。まず元素爆発の火力についてなんですが、まあぶっちゃけ特化すればそれなりにダメージ出るんですけど、その分ね回復性能とか元素反応ダメージがガタ落ちしてしまうため、あまり火力に寄せるのはおすすめしません。じゃあこの爆発何が優れているのかというと、ヒット回数ですね。特に忍の HP が 50% を下回っている場合、元素爆発の継続時間が伸び、トータルのヒット回数が凄まじいことになります。
攻撃が3回ヒットするごとに敵に雷元素を付着できますから、連続してカフカなどの元素反応を狙うことができます。具体的にはこんな風にシャンリンなどの炎キャラクターと組み合わせることで連続してカフカを起こすことが可能です。熟知特化型であればかなりのダメージになりますね。ただ熟知型でない場合、回復特化とかの場合はぶっちゃけ爆発を打つ価値かなり低いので、まあ暇があれば打つぐらいのおまけ程度の感覚でいいかなと思います。ただ爆発は面白い使い方もあるので後で紹介していきます。はい、というわけで忍の主な強みについては以上です。まあ一個一個の数字とかね、能力を切り抜いてみるとちょっとしょぼく感じてしまうかもしれませんが、うまく使えれば一人でね何役もこなしたり、パーティー枠を圧縮することも可能です。まあ、特に元素スキルがいろんな強みを持っていますから、なるべくね活かせるような工夫や編成を目指してみてほしいです。あと今回紹介しきれなかった細かい強みもいくつかあって、特に注目しているのがこの銃撃です。モーションが優秀で高速で銃撃をループさせることが可能です。またこういった強みも別の動画で試してみる予定です。ではここからは久喜忍の使い方について紹介していきます。ではここからは久喜忍の使い方を見ていきます。まずは炎キャラクターと組み合わせたカフカ編成です。こんな風に炎元素をばらまけるキャラクター、特にシャンリンは相性いいですね。シャンリンと組めば自動的に周囲にカフカ反応を起こすことが可能です。でまた忍のスキルは元素付着の頻度があまり高くありません。まあ、これは弱い部分でもあるんですが、一応ね元素反応を起こす側になりやすい、カフカを忍側が安定して起こせるという強みでもあるので、熟知ガンモリした忍とこのカフカ戦法の相性はいいです。ただ弱点もあって、カフカって敵を吹き飛ばして散らばらせてしまうんですが、忍のスキルはね近づかないと当たらない、まあ近接とまではいかなくても中距離じゃないとヒットしませんから、まあその辺がちょっとミスマッチ使いにくい点かなと思います。ただそれを克服する編成もあります。ウェンティ爆発を炎変化させ、そこに忍爆発を叩き込むと敵を散らばらせずにカフカをフルヒットさせるっていうこともできます。まあ、忍爆発いろいろ試してみましたが、これが一番強さを発揮できてる気がしますね。ウェンティの強みと忍の強みもしっかり噛み合っていますし、まあ、強い場面ではとことん強かったです。まあ、刺さらない場面では微妙なんですが、ぜひね強い場面で試してみてもらいたいと思います。一応この編成を使った単体の動画も昨日投稿したので、よければねそちらも見てください。続いては感電パーティー。まあ、これもカフカと同様ですね。忍で元素熟知を盛ることによって感電反応でダメージを出していけます。またカフカと違って敵を吹き飛ばしたりしませんから使い勝手も良かったです。まあ、結構適当に忍スキル使って水キャラで殴るだけでも安定して軽く出ますね。ただ感電反応ってシステム上起こすキャラが入れ替わったり、感電を起こすキャラが入れ替わったりするので、忍で安定して感電を起こせるわけじゃないっていうのはちょっと、カフカに劣る点でしょうか。あと水キャラで組み合わせるのはやっぱりアヤとかタルタリアあたりが候補になってくると思いますが、アヤトの場合射程ギリギリで殴ってると忍のスキルが当たらなかったので、まあ、そこはちょっと注意して一歩踏み込んでから殴るのがおすすめです。であと行く秋と忍の相性補完が完璧でした。行く秋が元素爆発でね中断耐性とダメージ軽減をつけてくれるんですが、まあ、ちょっとずつやっぱダメージ受けていきますよね。ただそれを忍のね高頻度の回復で即座に全回復してくれますから、もう防御面この2人いると完璧、ほぼ無敵に近かったですね。そして感電カフカ片方だけではなく両方とも使うパーティーで採用するのもありですね。まあ、結構いわゆる熟知パーというものでスクロースメインで殴っても元素反応バンバン起こそうというやつなんですが、まあ、この雷枠はフィッシュルとかヤエミコとか北斗とかね優秀なキャラいっぱいいるんですが、ただちょっとそういう編成でいくと回復能力ヒーラーがね一切採用できなくて、まあ、かなり使用難易度が上がってしまうという問題があったんですが、まあ、さっきも話したように忍の回復プラス行く秋の爆発を装備すればスクロースもかなり安全に殴れるようになるので、まあ、他の雷キャラと比べるとねチーム全体の火力とか元素反応の頻度は落ちてしまうものの安定感は抜群に上がりました。これ全然ありだと思います。そして超電導パーティーでの採用、まあ、特に氷物理アタッカーのサポーターとして添えるといつでもね氷キャラから超電導を起こせるようになってめちゃくちゃ便利です。で忍って雷キャラクター初のヒーラーなので、まあ、これが超電導パーティーにとってめちゃくちゃありがたいですね。枠を圧縮できる、まあ、しかも超電導って熟知いりませんから忍を思い切って回復に特化させることもできるので、まあ、洗顔ローコで味方のキャラバフしつつ回復しつつ超電導も起こせるみたいな、まあ、完璧ですね。特にガイアの爆発と組み合わせるとこんな風に常に周りに自動で超電導を起こしてくれるようになりますから、まあ、ガイア物理使いとしてもこれは嬉しい。
はい、というわけで使い方はこんな感じです。まあ要はですね、どの反応サポやらしても強いという話ですね。まああとは回復役とか防御面のキャラがちょっと手薄だなというパーティーに採用するとバッチリハマるキャラクターです。それでは最後におすすめ武器や生物確認していきます。ではおすすめ武器から見ていきます。一つ目は鉄砲の刺しです。これ単造武器ですが、幻想熟知を漏れるいい武器ですね。感電とか過負荷を使うパーティーであればとりあえずこれ装備しとけばいいと思います。武器効果もね、かなり使いやすくて、おすすめです。そして二つ目は倉庫なる自由への誓い。まあこれが文句なしで最強武器ですね。熟知を漏れますし、武器効果でチーム全員をサポートできます。まあもし持ってれば装備させてあげてください。でその他の選択肢としては、まず清風剣、まあ、これ一見めちゃくちゃ相性いいんですが、忍って冠も治療効果とか熟知とかにしたいんですよね。まあ、なのでそうなるとちょっと会心率確保できなくて武器効果も使えない場合が結構あるかなと思います。サボプで会心率漏れてる場合はありですね。次に祭礼の剣、まあ、これ裏技的な感じなんですが、祭礼の効果を使ってスキルを2連打するとマックス HP から一気に HP 半分以下にすることができます。まあ、それで忍を無理やり強化したりとか、ただ回復1回でも挟んでしまうと 50% 切らないのでそこは注意してください。まあ、あと二突してない忍はスキルに空白の時間ができてしまいますし、あと好きなタイミングでスキル貼り直せるっていうのも便利なので武器効果も全然強いですね。まあ、あと清風と違って回心率盛る必要がないっていうのもいい点だと思います。そして最後暗鉄剣、まあ、これねなんだそれっていう人もいると思うんですが、1本だけ入手可能な武器で、まあ、鉄砲の刺しにあらゆる点で劣っているんですが、あの鉄の刺しね作れないとか、あとは鍛造したくないっていう場合には一応これで代用することも可能です。はい、続いてはおすすめ生物ですが、まあまずね安定なのは洗顔ロウコ4セットです。スキルを使って味方全体を簡単に強化してくれますね。まああとは生物のメインオプションでカスタマイズしていきましょう。熟知とか HP とか、まあ、あるいは冠はね治療効果にするのもいいと思います。でもう一個おすすめなのが雷のような怒り4セットです。まああんまり厳選してる方も多くないとは思うんですが、感電とか過負荷のダメージを大幅に上げてくれます。熟知をガン盛りした上でこれ装備するとダメージすごいことになりますね。であと一応生物の効果でスキルクールタイムを減少できるんですが、まあ、これ1回発動するとかだけでもね、1秒間短縮してくれて無凸1凸の方にとってはありがたい効果になってます。その他の選択肢としては海染め車庫4セット、超電導パーティーで採用すると敵の物理耐性下がるので海染めダメージが上がるっていうシナジーがありますね。ただ忍の回復ってあのスキルだけですし、しかも単体回復なのでそんなに海染めのダメージ伸びません。だいたい海染めってやっぱチーム全員回復できる系と組み合わせると強いっていう感じなので、まあ、ダメージはおまけ程度というところですね。であと生物厳選ができないとかなかなか完成しないという場合のあのつなぎとして楽団2セットプラス洗顔2セットとか、まあ、そういう複合でも全然 OK です。であとまあ最後は絶縁の旗印4セットでチャージ武器とかを装備して爆発で火力を出すというのも結構ロマンはありますね。まあ実際それなりに火力は出るのでやってみるのも面白いと思いますが、おすすめはあまりしません。はい、では最後に無凸の忍を使ってみての感想ですが、現時点では優秀なキャラクターだと感じました。まあ、過負荷も感電も超電導もそうですが、どの反応サポやらせてもこなしてくれますし、また回復役を兼ねていることからパーティー枠を圧縮してくれるというのがとにかく強力です。ただし裏を返すと反応サポ回復役この両方を活かせないパーティーに入れても、まあ、正直何か他の雷キャラの劣化になりがちです。まあ、例えば勝利とかココミを採用していても防御面完璧だよっていうパーティーに忍を入れても回復役としての強みがいきませんよね。その後枠圧縮も何もないですから、飛行かどうか悩んでいる方は今ね自分が採用しようと思っているパーティーに防御性能が足りているか、まあ、あるいは感電過負荷超電導反応の、サポートが必要かどうかというのを判断して決めてみてほしいです。まあ、あともう一個いるのは星4キャラの一点狙いもうあまりねおすすめではないので、まあ、新たにヒットが欲しいかどうか、あとゴローとか超運当たっても嬉しいかっていうのも考えてみてください。では皆さん今回の動画は以上になりますが、ご視聴ありがとうございました。皆さん今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは美課金や無課金の方でも参考になるような真面目な育成解説、そしてちょっと変な遊び方だったり、変な育成を考えるやけくそシリーズ、この2つを中心に動画を投稿していきます。気に入ってくれた方はマグロのアイコンからチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。